어어어 어어어 어어 어어 はい、本日もデートなしでご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日開催のですね、四季の細道ですね、スパスエクス対戦会の中で行われる、まあ、ミニ大会的なイベント四季の細道のエントリーを、ただいまカウンターの方で行っております。参加希望のお客様おりましたら、カウンターの方でエントリーを行っておりますので、参加費100円となっておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。でイベントは一応9時頃始まる予定でございます。で、エントリーを行う際はお早めによろしくお願いいたします。で、ですね、ネロさんですかな、先ほどエントリーだけのネロさんなんですが、お金払ってないです。ダメです。そういうの良くない。気をつけてください。で、イベントのエントリーの方は、まあ一応9時頃まで行いますので、の時代盛り上がってるところ申し訳ございませんが、お早めのエントリーもよろしくお願いいたします。で、あと他にもう一個告知がございまして、月例大会ですね、11月も月例大会開催いたします。開催日は11月の27日ですね。100円でございます。名前書いてもらって、あと塩キャラを2キャラですね、お願いいたします。で、月例大会が11月の27日に、ございます。夜19時ですね、夜中7時から開始となりますので、本日ご覧いただきました XA の皆様、配信をご覧の皆様にもですね、ぜひぜひ参加していただきたいのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。差が100円となっております。はい、ありがとうございます。今大丈夫ですね、大丈夫です、ちゃんとありました。ちょっとでかいな音が。マイクの音声と。で、イングリッシュわかる。私、英語ダメな人間ですので、よろしくお願いいたします。で、現在の時代の方ではですね、と言っても、残念ながら私、クズエの顔はまだあまりよく知らないので、なんとも言えませんが、まあ、エスキャラ同士の対戦ですね、アイグーと打っているところに、さあ、ここは耐久から、勝利かな。さあ、ここは、大変でなかったか。さあ、大外しの隙に2位で近づいて、タイグーと、近づいていく、スコンドルダイバーしっかりアッパーか。さあ、これはゲロキツ。ダイヤ刺して、さあ2位で近づき投げる、受け身がないからダメージがでかい。さあコンドルダイバー上から、これがエッサがないやそう言いたげな見事なフルコンボでございました。さあ今度は X ハンドですね、ラスコイ。さあ飛びからタイガーショット、飛びからタイガーショット、タイガーショット当たってしまう、吹き飛んでタイガーの前飛びは、さあ100巻投げている。さあ相打ちからの、さあ頭突きはアパが6敗して、タイガーとの、あのスパコンの存在は一体。さああのスパコンが強くなるのはもう少し先の話ですね。ナンバリングが4ぐらいになると結構強かった気がします。さあ飛びから張り手で削って、飛びはクテグ、タイガーちょっと当たっている、飛び込みからサスケアパ、あ、タイガーですね、ショット。さあ相打ちからの、さあこれはすかして100巻からの投げて、投げ返している。さあそんなた、拙い実況でございますが、本日スパ 2X 対戦会、好きな音の基本的なルール、バルロブが出ているぞ。アパカで落として、飛びからはテラーが強くて今日から見えない。さあここはアパカで落として、さあテラーが強くてアパカは当たらない、中盤も強い、2位で抜けて、これは上見ていた。さあ開幕フライングバルセロナが当たっている、アパカで返して、さあ2位も強い、はい。さあ続々とエントリーしてきてくださいませ。そしてサバさんにはなんか、まあ、動画の知識ですがダメらしいですね
ザンギ側が大変らしいですが、さ、駒投げスクリュー地獄に陥らせてやりたいが、そんなことはさせまいよと、サガットが攻め続けておりましたと。さて、まあ、まだまだね、エントリーに時間はございますので、の試合をお楽しみつつ、手が空いた時にはエントリーをよろしくお願いいたします。終盤になって焦ってこられると、こちらカウンターの方は混雑いたしますので、手の空いた時にはささっとエントリーしていただくようよろしくお願いいたします。オリジナルサガットアスウェルの読めない読めない合ってるかどうかも怪しい。さあ、スパツ X はやはり海外でも人気のある作品でございます。記憶に新しいのはカナダカップで、あれですね、松井さんとか永田正月さんとか、あとはクスモンドさんとかがね、素晴らしい結果を残して、帰ってくれ、結果を残しましたね。まあ、20年以上愛されてるゲームでございますので、このゲームより年下なゲーマーっていうのもね、かなり多いと思います。さあ、上見えている、これは強いおっと、のじ合いでしたね。のじ合いじゃなくて、あれですね、CPU 戦でしたね。
あ。
や、それ全然変えませんよ。Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken!
はい、ミキさんが歩いておりますので、ご参加するという方がいらっしゃいましたら、彼女の方に一言お願いいたします。参加費は100円となっておりますので、そちらもよろしく、よろしくお願いいたします。ネオサウンド、大丈夫、大丈夫っぽいですね。ありがとうございます。それちょっと音量を上げましたね。まあ、何かまたトラブルありましたらコメントの方でよろしくお願いいたします。
い。はい、まだの試合中でございますね。まあ、そろそろエントリーの方は、そうですね、今いる参加希望の方全員されたといった形で、まあ、そろそろまたいろいろ始まっていくのかなといった形になりますので、よろしくお願いいたします。
Thank you.
はい、四季の保存日ですね。もう少ししたら始まるようなので、もうしばらくお待ちください。Adoken! Adoken! 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 Ado
おお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 はい、すいません。もうそろそろね、始まる予定ですかね。もうしばらくお待ちください。まあちょっと交代でマイクはちょっと皆さんでせっかくなんでやっていきましょうということで初めはではちょっとすいません声めっちゃでかじゃあ今回四季の細道10回目になります。すいませんちょっとではこれから開始したいと思います。じゃあ1周目1人目がスーさんと歌舞伎くん、スーさんの竜と S バイソンじゃんけんしていただいて、そうだお金の箱どこだろう、どうしたどうした箱どうした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 、やばいやばい、いきなり箱がないと思ったらカウンターの中にありましたあ、ちょっと、じゃあ今日も了解してないよ。まあそれはじゃあ山本先生にお願いして両替係として大丈夫、線が抜けかけてました。気をつけてください。これ抜けると音声が全部消えます。あ、じゃあこれから始めますよね。あ、まだやってないですよね。あ、これ、はい、じゃあ始まります。イエーイ、ありがとうございます。
ば、もし、あ、そうですね。じゃあもしよろしければ、私一人だと心もたないので、どなたか相棒を求むって感じなんですけど、お願いできませんか。はい。そう。あた、すいません。相変わらず慌ててます。あ、そうなんですか。S バイソン。はい。あ、入ってるかな？マイク。私一人無音。放送事故。あ、そしたらホワイトボードのチェックどなたか。はい。さあ、ダンパタメゾー三代目ですか。あ、そうだった。本物いますからね、今日。ダメない系のダメゾーということで。あれ、歌舞伎くんのことはよく、ね、あ、そうですよね。あんまり行ったことないんで。満々のバイソン使いですね。あーっと、ここでユウが勝ちましたね。おお。そうそうそう。今日から。新業績。そうすると次は。さあ次は川島 DJ ですかね。はい。はい、川島 DJ。スーさんの X 流対川島さんの DJ。はい。あ、じゃあこちょっとステージは DJ ステージで。ちょっとお待ちください。レアです。はい、すいません、今ちょっと松さんに逃げようと私今逃げようとしてました。ミキ配信そう、やっぱりね、緊張しちゃうとね、画面も見れないです。あ、川島さん勝った。はい、そうすると川島さんが勝利ですね。一勝ずつ。あ、松さんです。さあ、次はあ、M さん。U、U なって。 M さん、 M さん、鬼強ですあ、これね、これホワイトボードの順番。さあ、カーシムさんの DJ と M さんの剣ということで。はい、はい、M さんで。まあ、多分ポロッと言っても大丈夫大丈夫だと思う。はい、正直あのカーシムさんの DJ とマッツンさんの剣とかなかなか見れない。はい、イムさんのゆるゆるですよ。両方のマイク OK です。おお、タソシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、曲といい感じ。へー、あ、でもなんかもう今飛び込んだよ。あっと割り込んでいきましたここで M さんの勝利。あ、まだだ。 DJ が結構厳しい。DJ もかなり新4強と言われるぐらい大キャラということで。はい、ちょっと画面端です。あ、どうなる、どうなる、どうなる波動に押されますね。ジャンプって難しいですよね。あ、この昇竜が時間もあーあー、ここで昇竜が決まりました。
して M さんの勝利。そうですね、今のところね、1勝ずつ並んで。そうですね。で、山本チュンリーさんです。山本チュンリーさんですね、はい、黄色ですよね、黄色いチュンリー。あんまりないですよね、この色使って。そうですね、黄色可愛いと思うんですけど。タニステージ変わりました。ちょうど中間ぐらいの速さめっちゃな投げ、これ足でと平凡のスピード中間ぐらい。あ、スピードな投げてそこに行きましたね。いや、笑い事で。山本さん、頑張ってもらおう。ちょっと本当な投げろ、投げ、あ、投げたと思ったら今度波動。いやー、絶対が本当、Mさんゲージを貯めた方がいいよ。根元でちょっと、おーテンション、いいテンションです。リバーサルで何か出して、おーっと、おーっと、持ってった。すごい、行きましたね。すごい、こういうこともあるんです。こういうこと、山本スペシャルですね。いや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 、炸裂しましたね。膝、おっと、投げた。いい反撃ですね。いや、あ、まだ分かんない。おお、今の狙ってやってやられてますね。読んでるんです。この画面端の波動は欲しいっすよ。あ、出っ張って言ってましたね、今山本さん。炸裂しましたね。で、2連勝ですよね。そうですね。あ、次、高橋名人。高橋名人がついに式にご来店。まさかの16連射持ってきました。さあ、ね、本田16連射でそうですね、やってくる。相手に有利というスタイルですね。なんかいきなり連射していくスタイル。その名に偽りなし。あの、この実況席でも音が聞こえてきますね。なかなか連射力みたいですね。そうですね、カナダカップの再現っていう。そうですよ、このデートナ式の対戦会に M さん、おめでとうございます。あーっと、これは連勝の質疑が初勝に繋いでいきました。さあ、3連勝ですね。そしたら、これはいいですね。さあ、次はニーヤーさんのベガですね、はい。この中キックカラーのベガっていうのは好きなんですね。今スライディング砲兵みたいな。あ、そうですね、確かに。あんまり使う人見ない。さあ、竜巻をかぶせてきて5段入りました。あ、削れなかった。おー、今のはあー、立証空中逃げ超パン。なんかせっかくの試合をうまく実況できない。私も今のとかもう読んでるんですかね。すごいな。おお、つかみで、おお、ということは、そう、4連勝ですね。さすがの強さを取ってます。あ、で、次がジャイアントマシーン。ジャイアントマシーンさんですね。はい。あ、そうか、これマイクでなるべく次の方とか行った方が。今日は、何キャラですかね。今日はエスバルログ。エスバルログですね。あ、GM2 号さん。このゲージのないバルログ、そう使っていくのがいいものですね。なんか辛そう。バランスがいいんですかね。ケラーもないし、まあ、空中アトミックバスターになってそんな技もないですからね。受け身ないのは辛いですね。
爪も折れたらそのままですからね、これ。あ、そうなんですか。そうなんです。落としちゃった。もう消えちゃう、なんかアイテム消えちゃうみたいな。ねえ、なんかおっと、かすりましたよ。ごちゃごちゃっといきました。爪の話してたな。ダイアンドマシンさんのスバルーですね。おっと、なんか見せてくネタですか、これは。受け身がないのが辛いです、これ。で、この固められて、もう M さんがお願いします、はい、この試合が終わったら、ハクさんのガイルです。ハクさん、ハクさん、さあ、大勝利引っかかりますね、これは。でも、すごい押してますね。わあ、今よく耐えましたね。あ、突っ込んでちゃいました。おお今のすごい引っ掛け方がうまいですね。ちょっとね、M さんが5連勝、かなり5連勝です。で、ハクさんのガイル、ハクさんのガイルですね。ハクさん、そうですね、音ゲー 2DX 勢というか、かなりの、あ、そうなんですか。お、上位の 2EX で、あ、そうなんですか、すごいです、すごいですね、最上段位。そうなんですよ、なんだかすごい世界を制して帰ってきた男を相手にしてますので音ゲー勢の頑張ってもらいたい。最上段位のガイルと、もうガイルがすごい楽しいそうですよ。ところにカウンターになっていくという感じですかね。エッパに引っかかっちゃいましたね。で、この試合の後、ノブさんの剣6連勝中ですね、はい、6連勝。これは誰が止めるのか。さあ、ここでどういうキャラですかね。はい、ちょっとね、ちょっとそろそろ、さあ、同キャラのカラフルな剣タイプですね。あ、そうです、この色。ノブさんは小足レッパー結構出るぜなんで、いい感じの動きをされるんですが、まずはアイムさんの、どうですか。いい足払い戦ですね、これ。おっと、掴みに行く、早い。すごい、今のいいですね。あーが、おー、遅っ。あー、どうなる。ここおーっと、カウンター出てきました。ノブさん、ノブさんが取り返しますね。おっと、いい勝利。このおー、いいですね、返してくる。マイナス結構いますね。いりますね。あっと、マイナス、今のちょっと、ここすごい、かなり差し合い。そうですね、スト通力が出たという感じですね。はい、あ、お次、バーチさんのバイソン、バイソン、バーチさんのバイソン、はい、ね、で、この次がユリさんのフェイロン。バチさんはいる？バチさんは地元勢ですか？地元勢ってことで、いろいろやるよ、バチさん。おお。バチさんはエイトナー式、いろいろやるぜ、いろいろゲームやるぜ。参加ありがとうございます。いや、でもかなり分かってる系の動きをされてるって。ただちょっと相手がかなり強い剣なので
ちょっと攻めらしいですね。いいセットですよ。これ当たりましたね。さあ今もう8連勝8連勝中、8連勝ってすごい悪心中ですね。さすが。さあ誰が止めるのか、はい、ここでゆりさんのフェイロン、ゆりっちさんの、しかも 2P 側なんですよね。 M さん、 M さん 2P 側、そうあまりあれなんですか。なんか 2P 側の方がなんか人気ですけどね、関取は。厳しそうな、ね、イメージもあるんですが、自分おうおう、なんという、かまどかなり、でもヘイロンは練習が進んでかなり多彩なこう攻撃立てというか、なんか一撃がすごい大きいから、そうですね、火力もうネタっぽい動きも燃やしてきましたね。ね、さっきからすごい分かんないですね、試合が。足払い、前足でこう体育するのがちょっと厳しそうに見えますか。あっと、これはおお、間合いの厳しい前ですね、あれ。さあ、前さあペコさんの、さあ、10連勝中ですか。そうです。あの次勝つと10連勝、今9ですね。9連勝中、今9連勝。さあこれ、おペコさんですね。あ、そうです、ペコさん。ペコさんじゃない、あ、奥田さん、ペコさんなんです。奥田さん、あ、すいません、違う、あ、いやいやこれは もういきなりこんなに減っちゃって、あーすごい、これ勝ってきましたね。ほんと勝つときすごいすぐですね、なんか剣そうそう、こちら M さんの剣の特徴なのか、剣がそうなのか、ってことで一瞬で本当ですよ。ファイヤーハローが強いというイメージですね、ダウンしちゃうのが。歩き勝利はね、やかりそうな、伊達に行きますよ。今、おー、いい踏み込み、大足払いですね、今の。ついに止めましたよ。ペコさんが止めました。そうしましたら、セロテープさんのセロテープさんのザンギーフが、ね、ちょっと、私、本当、ちょっと、ぼちぼち、そうそう、大会ネームです。あ、ペコ、さあ、セロ様のザンギーフ。さあこれもどっちが有利かあまりよく分かってないような組み合わせですけども、あ、そうなんですか。熱い、こうなんかザンギー、リュウ好きそうな感じ。そうですね、イメージで話す、すみません、イメージで。これなんかリュウはザンギー有利と、ザンギーはリュウ有利だとかっていう、ちょっともう分からない感じの組み合わせ。おっと来た、噛みつきですか。噛みつきを選択。めっちゃ噛み込んです。前が離れちゃいましたね。おっと今のはリバーサルで吸ってきました。一本選手ね。大足を歩いて、大足は新しいですね。
さあ、こう、リュウ側としては画面端に取り込みたいと。はい、勝ち方ですね。はい、どうも。と、音がでかいかな。どうも。あこっちじゃない。あ、大丈夫っぽいっすね。あの、配信の音はいじってないんで、あの、会場の音だけいじった感じなんで。ちょっと、そうですね。俺の地声はね、マイクをよく通すことに定評ありますので。はい、というわけでどうも、店員の大地さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、俺の X の知識は完全に、あの、某ゲーセンの東西線の影響が強いので。そうですね。あれ大好きなのでね。有名になってますね。有名になってますけど、勝ったのは、ペコさんの竜が勝ちましたね。2連勝中ですかね。はい、ネロさんのガイルですね。セロさんの次にネロさんですね。はい、ネロさんの X ガイル、ね、X ガイルシューキックカラーということで、あの頭がピンク色なんですけどもあ、そうなんですね、これ結構ね、このカラーはあのみんな使われる。あー、結構、てか、うん、すごくガイルらしい色してる感じがしますね。しゃがみアップのいい感じで手にしますね。さあ、飛び落としてジャンプ大キックですね。はい、内上からファイヤー、ファイヤー、ソニック打って飛んでかわして、ファイヤー、ソニック、飛びはガードしている。さあ、ここは大ゴス、大パンチ、ソニック、中足、大足、真空打って小足から大足、小足から大足、波動拳、大足からぶって中足、ソニックのパラッテルが中足。画面端厳しいですね。これこうでいくとやっぱりためキャラなんで辛そうですよね。さあ、試合の方中足。さあ、飛びは、さあ、竜巻後ろに当たる、飛びから痛いのもらって3段めくりでビヨって3段決めてファイヤーで終了ですね。ペコさん3連勝ですね。次はシノ兄さんですね。シノ兄さんのエッサガです。エッサガですね。青パン、青パン、青パンですよ。俺も X 始めた時最初選んだの青パンでしたね。そうですか。まあ、ゲージがないんですけどめちゃめちゃ球が速いっていうことで。そうなんですけど、球のセンスがないんでやめました。そうで、次に選んだのは X バルログでしたね。キャラ選択に迷いなしです。結構厳しい、厳しいキャラ。いや、だってこんな20度もやり込まれてるゲームで強いキャラを使わないと勝てないでしょ。そうですね、そういう結論ですよ。カバーする感じで、カバーします。さあ、だが試合の方見てみると、これほんと早いですよね。早いですね。さあ、あれはもうどうしようもない感じですかな。まず取っていくのはシノニエッサガーランド2。さあ、波動拳、さあ、ダイヤス対空、タイガーショット、タイガーショット、さあ、タズナキ裏当たり、さあ、勝利出てしまった。2位で近づいたが投げているのはリュウガワ。波動拳、波動拳、空対空、ジャンプ中パンチ2発、波動拳、波動拳、波動拳、飛びは空対空、ハイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、竜巻抜けてダイヤシファイヤー、ファイヤー、シンクは飛んでいる。2位で近づかった、垂直大キックですね。垂直大、さあ、1位取り返して最初ランド、さあ、タイガー、タイガーと打って竜巻抜かして、飛びが竜巻後ろ当たる、ファイヤー重ねてファイヤー飛んで勝利局はダイヤスこかされる。あ、ダイヤスタイグ、タイガーショット、タイガーショット、立ち上げを見てファイヤー、さあ、ここは壁だった感じが、ダイヤスこかしているが飛んでいる。タイガーショット、タイガーショット、竜巻抜けて垂直お互い2位が取って、さあ、タイガー球の打ち合いからダイヤスタイグ、タイガー、タイガー、さあ、届かない、両者届かない、月目の前シンクは飛んでいる、空対空、タイガーショット、また来てる、めくったように見えたんですけどね。めくってましたよね、完全に。完全にめくったところに当たると思った足に裏落ちで当たって、裏落ちでアッパーバットが当たってましたね。さあ、これが続いては、裏ケニーさんのサガットですね。これはX と S の対戦ですね。辛さ結構ありますね。いやー、球の回転率の違いが露骨になりそうなんですけど、大丈夫なんでしょうか。さあ、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット、同じキャラとは思う。
タイガーショット。さあ投げて受け身取っている。タイガー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 。強すぎますね、このスキルカットは。そうですね、性能差が。さあ、2位は近づいたが、台足焦がしている。さあ、クルテク、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット。さあ、上はしっかり下で、下打った方だけダメージ受けている。2位でくぐれない。決まってしまう。2位で近づいて、タイガーショット。タイガーショット、2位で踏んでしまった形。タイガーショット、クルテク、勝っているのは X。クルテク、X 取って、スカーフォーでアッパーカータイガーショットが重なっていたー。最後は。マイク変わりました、山本です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きましては、グッチさんですね。グッチさん、ホークですね。ホークです。あ、2か。あとね、向こうと合わせないと危ないから。さあ、ホークと。さあ、これが1巡目最後になるのかな、ひょっとして。1巡目最後です。さあ、これはでも、ワンチャンはめればありそうな気がするが、そこまで持っていくのが、果てしなく遠い道のり。一度こかせばみたいな。一度こかせばワンチャンスだが、こかしてくるね、エスサガット。近づけないですね。さあ、ここは勝利は当たらない。コントロダイブは当たらない。ここから入っちゃいました、ね、痛いですね。クータイク、ワンチャンスが来ない。ワンチャンスが一生来ない。そのワンチャンスに全てをかけて、フォーク側は立ち回って、ワンチャンスが来な、来る来る来ない。おっと、投げで投げ返せない体力でしたね。さあ、2巡目ですかね。はい、バーチさん座ってます。もう入ってます。素晴らしい。バイソン S サガ。これはあれですかね、タガガードですね。先ほどはカナダカップ覇者にやられ、今度は S サガに今のところいいようにされていますが、これも近づけないですね。さ、なんとかヘッドでかわしたりとか、相打ち上等でゲージを作りたい感じだったんだけど、厳しいね。キャラさだけじゃないみたいですね。技術力もありますからね。球が来るというセンスある前飛びと、相打ち上等でもなんとかなる絶妙な間合い管理っていうのが必要になってくるイメージがありますが、さあ、とんでもタイガーが着地に置いてあるのがこの S サガの球。やらしいですね。さあ、緩急をつけている。ストレートだと思ったらいきなりカーブが飛んでくる感じ。たまにスライダーも混ざって大変なことになっている。振り遅れるか振り遅れるか先に振るかみたいな。続きまして、ペコさんですね。今度は S 剣ですね。 S 剣、メインキャラですね。 S キャラ同士という S キャラ同士。でも S 剣といえども、 S サガの回転率は厳しいイメージがありますけど、どうなんですかね。どうでしょうね。でも絶対厳しいはずなんですよね。あ、でも足で勝負してる感じでしますね。さあ、パワーで返して、タイガーショット、タイガーショットは竜巻抜け勝利置き。あの勝利はやっぱり強いですから。そうですね、下がっても迂闊に台足とかも触れないイメージがありますし ね、 そ、 うですね。そして球の緩急はこちらもやはり優秀なので、足払い日本ね、しっかり最後は台足で対空気味に当たってましたね。さあ、こちらも負けじと対空台足。さあ、球が強い。さあ、対空竜巻から、竜巻台足、タイガーショット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 、竜巻抜けて勝利を置いている。さあ、しっかり上見えている。
さあ、ショーキックからの投げ、投げ返して、さあ、お互い投げ抜けございませんので、投げのダメージが大変なことになる上に、特にダメージを受けてしまう。もう、おっとっとっと、すごい巻き返しが素晴らしかったですね。続きまして、ハクさん、ハクさん、はい、これはね、ハクさん結構やってるはずなんですよね。お、本当ですか。ロードさんいるじゃないですか。はい、彼 S 剣じゃないですか。 S 剣ですね。で、音ゲーがちょっと、要は人がいっぱいいるときとか、はいはいはい、X やってて、この組み合わせなんですね。ただ、ただちょっと相手がね、そう、ロードさんは球の仕方と対空はできるんですけど、足がぬるい感じなんですけど、こっちの剣は、球も対空も足もうまいと、いうことなんですね。いいこと尽くしなので、はい、同じキャラなんだけど、違うキャラに感じてしまうのではないかと。だけじゃない、ね、キャラだけではなく人もありますから、このゲームプレイヤー性能大事ですよね。そうです。でもハクさんもあれですね、最近 X 楽しいと言いながら結構いいことですね。音ゲー空いた時間とかチャリーンってやってますからね。結構有名な方のガイルに教えていただいてるって伺ったんですけど、それは俺はよく知らないんですけど普段金曜日いないもんですから。あ、そういうことですね。はい、僕も聞いたんですけど、ど忘れしちゃいました。誰だろうな。あ、大パンチ、ショッと思うんですけどね。さあ、ペコさん2連勝、次はさあ、M 剣でございます。 M さんですね。 M さんの剣さん、剣剣ですね、かな。剣って書いてあるね、うん、さあ、剣剣同士、剣剣同士、今日は結構あった。先ほどは、そうですね、ペコさんの竜にやられてしまったリベンジの地、今度はメインキャラ同士って感じ。あ、見た感じ、イチゴジャムとブルーベリージャムに見えるんですけど、そうですね、赤あげて青、そう、なんか剣道キャラ、と言ってる間に S 剣一本ですね。さあ、剣も S と X で全然キャラ性能が違うイメージが、別物みたいな動きです。そうですよね、正統派弾打ち対空の飛ばせて落とすに対して、近距離でのごちゃごちゃっていったイメージが強いですよね。膝がでもね、X はあるんでね、やっぱり。そうですね、ただ膝、S 自体には投げ受け身ないんで大して変わんないかなってイメージが強いんですが、どうなんですかね、そこら辺は。どうなんですかね、僕もそこまではあれなんですよね、詳しくはないんで。それだったら逆に普通に投げて確定のセットプレー行くっていうのも全然ありな気もしますし、で、取り返してますね。取りまして 1-1 ですね。はい、さあ、飛び取る。やっぱり球の、すごいですね、それもあります。球の性能差もやっぱりありますね。うかつに打ったらやっぱり大変っていうのを某動画の知識でつけておりますので、実際俺も S 剣とは対戦する機会が多いので、先ほどのロードさんとやるときもゼロドットからの対足、さあ、リベンジ達成ですね。そうですね、 M さんが、そして M さんは一体どこまで勝ち上がるのか。次が川島さんの残儀、はい、かな、はい、あ、ごめんなさい、失礼しました。ユリさんのバイソンですね。あ、ユリさんですね、はい、失礼しました。さあ、バイソン剣、これどうなんですかね、イメージ的に言えば。いや、これどっちかっていうのは難しいんですけど、バイソンの方が有利な気がするんですよね。どうなの、俺キャラダイヤとかキャラ相性とか、いやいや、自分もあれですよ、X2 年やってないんで、あんまり。あ、そうなんですか。あんまり、いわゆる10年選手かと思ってましたけど。いやいやいや、年は取ってますけど。あ、聞かなかったことにしましょう。一応現役ではやってましたけど、イメージ的にはやっぱりリーチの差で、なんだろう、前に来られるのを剣側がどうやって抑え込むかっていうイメージがやっぱりありまして、で、それに対してしっかりと剣側が技を受けるのかなっていうのと、弾で処理できるのかなっていうのがありますね。しっかり反応してますね。でも、で、クレイジー溜まったら弾打てねえなっていう感じ。うんうん、そうですね、もう。さあ、そんなこと言ってる間に M さん勝ってますね。はい、次が川島さん、川島さんのザンギエフ。
その次がノブさんですね。ザンギザンギって続きますね。そうですね、ザンギがザンギ、同キャラか、ケンザンギが2連戦か。はい、ですね。さあ、運命の分かれ道でこの再生。さあ、これは勝利をバンバン打って多分スクリューを警戒してるのかな。だが、気がつけば体力リードが残儀側だが、さあ、ピヨってしまった。18連覇だね。やる、すげえ。鬼のような強さですね。本当ですね。今日だけで彼は一体何勝してるのかわからないんですけど。そうですね、先ほども決まっちゃうんじゃないかっていう勝利数で。そうですよね、カナダカップについて四季の細水も制覇する感じなんでしょうか。そうですね。さあ、今度は玉と大足立ち台芸で地上を制して勝っていったのは M ケン。で、続きましてノブさんの残儀ですね。そうですね。ノブさん、いらっしゃいますか。大丈夫ですか。よろしくお願いします。で、残儀ですね、ノブさん続きますね。さあ、残儀、さあ、立ち大パンチが強かった。開幕からリーチを踊っております。空対空、空対空。さあ、ぼかしてスクリー漏れた。さあ、吸った、大足を吸いましたね。バニーから昇竜拳。さあ、打つか打たないかの究極の二択。さあ、歩いて近づく。飛びはしっかり見えております。反応しますね。あれだけ地上戦やってしっかり上見えてるっていうのがやっぱりトッププレイヤーですね。素晴らしいですね。羨ましいですよね。上見えませんからね、本当に。さあ、大工昇竜、中盤中盤、大足からの大足。さあ、波動踏んでしまう。飛びから竜巻。さあ、ここはいろいろ、今は膝が漏れましたね、多分。さあ、大足を置いたり中足を置いたり、差し返しの立ち台芸が強すぎる。立ち台芸が強すぎる。中足はどうけ。昇竜レッパーですね。で、次が続きまして、 GM2 号 S バル2号さん、うん、ジャイアントマシーン2号さん。ジャンプマシーン2号。はい、ジャイアントマシーンって1号とか2号とかなかった気がするんですけどね。どうなんでしょう、元ネタが分からないので。あ、そういうことですね。世代ですね。世代になりますね。はい、僕も分かりません。これでも先ほどやりませんでしたか。そうですね、さっきと同じ組み合わせです。さっきもやって、ジャイアントマシーンさんが敗れました。敗れてしまいました。そして爪があさっての方向へ。もう帰ってこない。私の爪など帰ってこない。そうなんですよね、拾えないんですよね、S は拾えない。そしてテラーもない。一発逆転のフライングバルセロナスペシャルもない。さあ、波動をなんとか処理しようとして当たっている感じ。さあ、波動を打ちつつ、さあ、飛びをケア。鳥かごですね。やっぱりこの鳥かごはね、やっぱりトッププレイヤー、玉打ちのトッププレイヤーの鳥かごは芸術ですからね、本当に。抜けれないですね。ほれもれしまった。踏んでしまった。削れてしまった。踏んでしまいましたね。あるある、あるある。画面ケニアさんの剣ですね。さあ、またしても剣同キャラ。で、今度は濃い緑色ですね。そうですね、エメラルドグリーン、エメラルドグリーンって感じですね。はい、キュウリとナスって感じですね。そうです。漬物シーン、漬物ですね。白いご飯が欲しくなりますね。そうなってくると後で白剣が出てくれると完全にもう食卓になってしまうんですけども。髪の毛の色がなんか黄色いですね。洋枯らしに見えてきましたよ。いや、俺はたくあんにも見えてくるんですよ。あらららら。さあ、お腹が減ってくる時間でございます。ただいまちょうど10時でございます。お
び込みから熱波までつなぎましたね。さあ開幕痛いのもらった形、波動拳波動拳波動拳と。さあ玉の性能は完全ゴムなので、あとはプレイヤー側の力量次第、プレイヤー性能次第ってことですね。そうですね、それで全てをカバーしなくてはいけない。大して動かして昇竜拳待っていた、壊しから連覇が繋がっていないが安い、反撃もできなかった、焦った感じかな。たまーにあるんですよね、当たると思ってガードしちゃって、はいはいはい、びっくりガードってやつですね。そうですね。さあ波動拳、さあ組み込んで大事、波動拳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 飛んで、さあ中段波動拳、歩いたら中足置いてあった、歩きすぎましたが、歩きすぎましたね、投げ行こうとしてましたね今。そうバレてましたね。続きまして、シノニーさんですかね。はい、エッサガでございます。青パンですね。青パン、再び青パンの登場でございます。どうやら同じ色みたいですね。そうですね。ただキャラの性能とか弾の性能が段違いで、そうですね、ハンラの方が強いですね。肌色が多い方ですね。そうですね、肌色が多い方が強い感じがしますが、アパが返して大ガショットは勝利で抜ける、昇竜昇竜と飛びがとジャンプ強パンチから直接つなぎましたね。素晴らしい、当たることが分かったんですね。さあ今度は飛びだがアパガが間に合う、この硬直の少なさがやっぱり強いですね。歩き昇竜、さあ竜巻3段から大足波動、昇竜機は2位で潰して、昇竜拳昇竜拳大足こかしてタイガーショット、波動拳波動拳、さあこう昇竜機が強い、昇竜いて昇竜拳、さあここは大足をしっかりと。さあラウンド3、さあ開幕空中投げ地獄車、地獄風車ですね、あれ確か技名そんな名前でしたっけ、あれ地獄風車ですね。昇竜拳昇竜を潰した気がしたが、さあどうなんだ、さあ昇竜返していく、うおっと当たってしまう、昇竜返して波動拳波動拳波動拳大足からの飛びは許さない、タイガショットタイガショット、さあ昇竜返していく、さあこれは裏回って竜巻裏からどうなる、波動拳下合がバカッポ、次セルテープさんの残儀ですね。ですね、その次がネロさんのガイルになります。さあザンギエフがいない、ザンギエフがいない、いた、ま、見つけれましたね、見つけましたね、大事ですよ、現実を直視できましたね。結構大事ですよ、大事です、キャラ探せるところが。さあ先ほどもシノ兄さんはザンギとやっていたはずだが、そんな記憶があったか違ったかな、まあいいや。さあ試合展開はザンギ側が押しているスクリューパイルドラやっぱり人類みんな平等ですね。そうですね、このゲーム画面端に行ったら弱いんですよね。やっぱり人類みんな平等っていうのはやっぱりね、プレイヤースキルを覆しますから、どんだけ上手かろうが人類みんな平等に持っていけばなんとかなるというのはありますが、人類みんな平等に持っていくまでが大変な、この組み合わせ。逆に残儀側も壁背負っちゃうとちょっと、そうですね、あとはもう一生タイガーショットで、あー上りジャンプ大キックB 勝ち。できてますね。しっかりしております。さあ、中キックが強い。さあ、飛びからタイガーショット。さあ、ここした。さあ、なんとかラインを上げていきたい。さあ、ダンプ大パンチ。さあ、飛びからここして。飛び、アッパーカット。タイガーショット、タイガーショット。今まで築き上げてたライン上げが全て無に返してきている。もう一度頑張れ。体力は少ないが、まだワンチャンはあるはずだ。そして下がっと投げていた2投げ、
続いてネロさん、ネロさんのガイルでーす、ですかね。でその次が浦国さんのバイソン、はい、さあガイルエスサガ、この組み合わせはジョンチョイとムテガイの試合を思い出されますが、かなり確実に行きますね。はい、飛びからタイガーショット、さあここは出なかったが、サマーが出てれば未来が変わったはずだが、まだわからない。さあここでさあソニック当たる、ソニック当たる、ワンチャンが生まれてきたぞ。ソニックブーム近づいて、そう、もう何さ、タイガーショット、タイガーショット、ソニックってショーキック、中キックかな、ダイヤシかな、しゃがみキックから、サパが打ってしまった、激しいの中足からソニック、ソニック、タイガーショット、タイガーショット、ソニック打って、タイガーアッパーカット、飛びから投げ返してる。さあ受け身がないのでダメージがでかい、アッパーか、さあアッパーか、中キック、ソニック当たる、ソニック、タイガー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 、ソニックの出かかりを潰している。ソニックブーム、ソニックブーム、気を出して、タイガーショット、タイガーショット、当たってしまった。爪が早いですね。早いですね。あれはもう動きませんからね。ガードしかないんで、ね、ガードしかない。さあ最終ラウンドがラウンド3、さあタイガーショット、さあ踏んだ、さあ上が出ない、タイガーショット、さあトミは落としていく、トミからショーキック、ショーキックアッパーか、さあソニックブーム、アッパーで返して、ショーキックからタイガーアッパーカット、さあ、あ、裏ケニさんが入って、次は高橋名人ですね。高橋名人、高橋名人ついに式までね、来てくれる。そうですね、式まで来てくれる高橋名人、色紙とか持ってくれば、次あたり毛利名人来てほしいんですけどね。そういうことですか。毛利、はい、橋本あたりも揃っちゃう。そう、その三大名人が揃ってくれれば、ありがたいですね。さあこれは削り切り、最後まで、あなたやっぱり強いですからね、バイソンは。そうですね、キャラ性能が。さあヘッドでしっかり押し置きもしつつ、アッパーか、そしてアッパーで返していく、スタンパー、さあこれは大して交換して飛びから距離離していくが、グランドが速い、反応できないスピードですからね。そう、さあセンスの、まさかのここで連勝ストップ、止めたのは裏剣だった、高橋名人のエースフォークですね、はい、でその次は山本さんですね。あ、なるほど、ちょっとスタンバりたいなと思うんで、はい、どなたかいればよろしくお願いします。いないなら私一人でやらせていただきます。さあ S フォーク対 X バイソン、さあコパンをビチビチ振っている S フォークに対して、バイソン側が何かしらでこかしてターンを取りたい。よろしくお願いいたします。さあコパンボディープル、やっぱコパンで止まるから、それをペチペチ振るって感じで振っていって、それをバイソン側はどう振るのかといった試合だ。パーフェットで抜けて、ヘッド当てて、さすかし投げ、あれ展開早いですからね、反応できませんからね、反応できても意味がない時ありますからね。さあやはりコパン置きが強い感じ、なるほど、大体止まるんですけど、素晴らしい、うわぁ。ただ何かの間違いで貫通すると結構痛いので、痛いですね、あのそれだけでは勝てないので、とりあえずぼかしてハメに持ってないといけないんですが、と言ってるうちにはめられなかったと。そうですね、逃げパンは最後最後中断でしたね、あれ。さあ次が山本さんのチュンリー、その後が歌舞伎くんのバイソンですね。
さ黄色いチュンリー。お互いゲージに似たもん勝ちっぽいところがあるので食べやすそうだなチュンリーですけどね。そう、ああ早い。気がつくハマってる。さあもうあとはもう頭も打てない、技も振れないという状態に無理やりこかした。さあどうなるかな。チュンリーはゲージがないのでこのままにちょっと、さあゲージが立つ前にダウンパンチがでかいのが当たったもの。そうですね、でも相打ち上等で良かったですからね今のは。さあラウンド2、やはりでも食べやすそうなイメージありましたけど、バイソンも全然触ってればすぐ溜まるみたいな感じで、それで一発一発がでかいと。さあそしてたまにくらのタンパンチがねいやらしいんですよね。タイミングずれちゃう、技を置いて止めようとしてるから。さあ離していった。さあ今度はチュンリー側もう溜まるワンチャンスあるかな。さあ溜まった。こうなると今度バイソンがちょっとめんどくさい。なるほど。さあ当てに行きたかったんですけどね。そうですね、早い突進技なんでくぐり対空というのができるんですね。このゲームくぐり対空できそうなのあんまりいないですから。グラウンドで抜けた後はヘッドも溜まってるし。そうですね、次歌舞伎くんさんですね。歌舞伎くんさん、さかなくんさんみたいな。歌舞伎くんまでが名前ですので、歌舞伎くんさんが緑のバイソンの歌舞伎くんさん。はい、バイソン同キャラどうなんですかね。多分、まあ、早めに食べた方が、あとどこかで無理やりヘッドが挟み込めるかどうかみたいな。そうですよね、割り込み性能はやっぱりバイソン強いですから。オラオラやりすぎるとベチって当たって大変な目に遭いそうな気もしますし。さあそんなこんなでお互いスーパーゲージが溜まって、うかつな行動が取れなくなるとアウトボクシング。アウトボクシングだが、どっかしらで足を使って近づきたい。さあ潰していった。投げている、投げて全部掴みに行かないと。さあここはです、ね、もう技振らないですね。大丈夫。さあまず取ったくのは歌舞伎くん。さあ痛いのをまず当てているのは裏切り。さあヘタって飛びから、さあこの掴み投げが強いんですよね本当に。さあグランド大パンチが強い、ヘッド置き、グランド大パンチが強い。さあここは下投げて、最後は表が裏が表裏卓からの、さあ開幕一緒やりたいことは一緒。さあヘッド当てる、無理やり当てて、あっと掴みに行ったが掴み返される。高かったかな。さあここで、ね、さあどうなる。さあこれは強いな、しゃがみ中盤かな。超強いですねあの技は。めちゃくちゃ強いです。で次スーさんですね。スーダルシムグッチリュウ終わります。はい、ダルシム、そんなにキャラ差があるわけじゃないんですが、ダルシム側がかなりきちんと対応できないとパワーで持ってかれてしまう。そうですよね、ダルシム側はコンボペチペチ当てるとか、ね、画面端でオラオラやるっていうイメージじゃなくて、相手の動きたいところを全て頑張ってさばききってといった形で、ね、って流れですね。バイさん伸び伸びと動けるんだけど、伸び伸びしすぎると、ね、体力のあるうちにゲージを貯めて火をつけなくしてなんですが、気がついたら体力逆転している。さあ溜まった。さあこれ分かんなくなったぞ。さあおわ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 、冷静にガードして、さあ今度は、うお、先頭がクレバーでしたね。さあまたしてもやはりバイソン側が強気に攻めていって、気がつく体力半分取っている。あんだけしか当たってないのに半分取れるとかやばいですねこのキャラ。ゲージが立ってるので、もうダルシムちょっと手も伸ばして、そうですね、もうバイソン側前にある、あーここで歩いた、歩いて投げて、こうなるともう前に歩かなくていいですからね。球を一生見ながら、あっち
じダイパー長い長い空振りに差し返し気味に入りましたね。さあ、浦和健二さん5連勝ですか。これは決勝に残るのかな。グッチさんお願いいたします。グッチさん、僕はメインキャラの竜。そうですね、残っている、勝っても負けても残っている。グッチさんがいるので、グッチさんの練習する。グッチさんの練習が止まるまでやりますね。さあ、こっからフォアワーとやって、さあ、これどうなんですかね。さあ、投げていると、でも本当にバイソン溜まっちゃうと何もできない感じがする。波動拳打てなくなっちゃうので。そうですよね、相打ち上等でもゲージ溜めていく感じですよね。気がつけばもうあんだけゲージありますからね。本当にバイソンなんかゲージ回収が早いので、波動溜まっている最初。さあ、どうなっていくかな。命がけの波動拳でございますが、冷静だった。さあ、昇竜パナしても真空パナしてもヘッドに負けちゃうので、よくガードしました。人類みな平等に抱くって感じですね。人としてはそこは打ちたいところだよな。でも、ね、僕も食べてました。でもそこを打たないのはやっぱ人強いですね。昇竜拳パネットを裏回り失敗。1ラウンド最初に竜王が取っていたらまだ変わったかもしれないですけど、はい、じゃあ、2巡してですね、裏ケニーさんはこれ以上やらなくても2位抜けが確定しているので、マッツンさんと裏ケニーさんで決勝戦、はい、3先ですね。3先M さんですね。 M さん、じゃあ 1P2P だけじゃんけんで決めていただいて、じゃあ M さんと裏剣さんでじゃんけんしていただいて、 1P と 2P 決めていただいて、そのまま場所固定で、じゃんけんの結果、1P が裏ケニさん、2P が M。はい、とりあえず殺してって感じですかね。そうですね、華麗なるコンボの練習でも見ながら、はい、三先ということなので、まあ一戦目でどういう動きかを見て、そうですね、2戦目でそれに対するキャラ対がお互いどうなるかって感じですかね。で、3戦目でそれをどちらが壊しに行くか、ね、やっぱり引き出しの多い方が、そうですね、引き出し多そうなのはやっぱり M さんの方ですけど、イメージ的にはですね、やっぱりかなりいろんな変なことをしてくる、まだになんか見たことない動きをされることがあるから、バイソン・インパーブレイ、他的には多分圧倒的にバイソンの方が強いと思うんですが、決勝、はいはい、ね、じゃあ第10回式の細み決勝戦ですね。はい、よろしくお願いいたします。拍手ありがとう、みんなありがとう。本日の決勝戦は裏ケニバイソン、 X バイソン対、MX ケンですね。 1P 側が裏ケニバイソン、 2P 側が MX ケンでございます。さあ、そんなことなんで1ラウンド目ですが、ガンガン押してるのはバイソン、あれはヘッドじゃ返せない感じですかね。返らないですね、あれは。返せない。他はかなり無敵が長いので。なるほど。さ、だから最初にダメージを多く取ってるのはやはりバイソン側なんですよね。見てると。ただ転んでしまうと。あとは大変。平等になるわ。そう、人類みな平等が始まると。あとはもうクレイジー溜まってないから飛ばせて落とすの、これですね。先に1勝したのは M さんですね。さあ、これを受けて、じ
さあ2戦目どうなるか。色は戻っていますね。足払い、愛戦に足払い戦を取るのはなかなか難しいんですが、やはり前を出せるんですね。サギ飛びも完璧、はい、完璧なサギ飛びを見ましたね。出したくなっちゃうんですか。あそこは我慢してガードします。さあ右手からか掴んで、これが始まってしまうとバイソンは地獄。さあゲージもないし体力もない。だが上からは通らないんですね。下げ止めない感じなんですかね。剣には下げ止めないので。なるほど、あの相手のミスを期待してしか止めないんです。なるほど。まあ剣使いながらも屈指のリバサ率なので、ちょっと上から行くのはおすすめできない。怖いですね。こかしてもじゃあワンチャンが結構掴みづらいイメージがやっぱりありますね。打つ打たないを毎回考えなきゃいけないのは結構神経すり減らしますので、地上で技重ねるか重ねないかぐらいの痛くぐらいしか。それだと結構選択肢が狭まる感じ、ね、あ、頭が分かった。さあ無理やり下が松を出していく。これはくるくる回る M コプターだな。さあ交差する形、波動拳、波動拳、波動を画面に置いていく。クレイジーギリギリ届かないタイミングとかそんな感じですかね。画面もしっかり見て打ってますね。かなり端足から打ってるので、あれでは当たらないですね。さあ開幕竜巻、先ほどから見てるとやっぱり最初ちょっとダメージ与えて、そっからバイソンがダメージ取って、置き攻めの部分で剣側がうまく処理してからの逆に置き攻めで倒しきるってイメージが多いです。いやーリバサリ高いな本当に。やっぱり上からはどうしても見ないですか。うわっ、弱で近づいて弾打ってたらばそのままクレイジー打ってしまうというですね。なるほど、あれも打ちたくなるんですよね。さあヘッド見てから投げに行ってますね。しっかりサンドも決めて、あ、寄った、あああああおしゃれコーマー失敗。最後はしゃがみ中間中、M さんの優勝ですね。おめでとうございます。ちょっと来ていただいて、なんか一言二言いただきたいかな。そうですね、じゃあそれでは一言二言いただきたいので、 M さんこちらの方までよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、松田です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。と今回の勝因はあれですね、とセロテープさんがいい感じに優勝優勝で働いてくれたのがいいかなと思います。僕がいろいろ結果を出してるのも全部全てやるようでセロテープさんのおかげなので、お前もなかなか頑張るようになったな。カナダから帰ってきて一皮むけたんじゃないのか。そうですね、大丈夫ね、セロテープさんは本当にね、あれですね、かなり偉大なプレイヤーなので、うん、僕はかなり常日頃から尊敬してますよ。そこへそろそろ辛くなってきた。え、そろそろ辛くなってきた。マジですか。はい、ということで今回はまあ、めったに来れないんですけど、たまにね、時間が取れればちょこちょここのように来れればなっていうところなんで、ありがとうございます。はい、あ、はい、フォックスの宣伝とかはいいんですか。あ、そうですね、12月11日大山ニュートンさんでスーパーストリートファイター 2X の 4-on-4 大会ですね、をやらせていただこうと思ってます。のくくりが旧キャラですね、リュウケンガイルの初代ガイルの DJ ザンギーブランカ、初代一つにいたキャラですね。初っ端の8人がそのうちから2体、まあ、そのうちの2体に関してはあれですね、同キャラは OK です。で、視点のキャラですね、バイソン、バルドグ、ベガサガットから1キャラで、新キャラ、ホーク、フェイロン、DJ、キャミから1キャラのその4人のチームで組んでもらえればなと思ってます。事前エントリーとかっても始まって、まだ始まってないですけど、週明けにホームページが完成する予定なので、なるほど、ポスターとロゴ、ロゴはできてるんですけども、まあね、今考えてるのが XS とのなんだツイッターのアカウントと、はいはい、かける子のアカウントと、でさらにこれでフォックス用のアカウントで作ると鬱陶しいから3つ統合しちゃおうかなってちょっと思ってるんですよね。あ、なるほど。そうするとね、かける子のねフォロワーの方とエストのねフォロワーの方がね若干被ってないからね。あ、
そうなんですか。それはね、どう誘導しようかなみたいな感じを今迷ってます。なるほど。まあなんかもちもちなんかチーム決まった人とかも聞くので、あの何個かありますね。いやいや、それはやばいだろうみたいな、アホなんですかっていうチームありますね。あ、じゃあそれも週明けぐらいからぼちぼち分かってくる。そんな感じだと思います。今までない感じの大会なんでちょっと楽しみですね。そうですね、僕結構そういうの楽しくていいんじゃないかなというふうに思ったんで。で、あの前夜祭ももう考えてます。前夜祭はあの何でしたっけ、かけるごがあの同キャラ5 on 5の前夜祭で、でエストがあのまあ、東大戦的な感じの、ね、人数制限なしのでやってるじゃないですか、はい、で、のー今回はに関してはあれですね、はい、あのせっかくその旧キャラと新キャラとワードなんですか、あの視点のですかのくくりで分けてるんだったらということで、はい、竜、ホーク、あ、失礼、間違えた、竜、ホンダ、ブランカ、ガイルで、ホーク、フェイロンのバイソンとサガットっていうキャラクターのあれですね、表ありますよね、はい、キャラクターをセレクトするときの、あれの上の段と下の段チームですね。上段チーム対下段チーム、あのためキャラ対コマンドキャラとかでも結構見飽きた感もあるし、なんか結局まああんま面白そうでね、なるほど、微妙な感じになるので、ので今度はあの上の段ですね、今ちょうど上出てますね、竜からサガットまでと剣からベガまで、あ、まあ、上の段と下の段チーム対下段チームですね。あ、これはあれですね、ゆうべがさんもバルログと組めて嬉しそうですよね。でも今ちょっと見たんだけどさ、下の段にさ、チュンリーとダルシムとバルログとあと DJ がいるのね。ちょっとやり、うん、ちょっと失敗したかなと思ったんだけど、若干やりすぎ、ちょ若干下、下のチーム、その辺はでもほら、あの竜の人数が、ザンギいるし、キャミーもいるし、竜のが人数多いとか、人数だから関係ないですよね。まあそうですね、まあ、その人数制限はなしです、例によって。じゃあ、なんとか頑張れば力の暴力で、そうですね、力の暴力、もう、戦いは数ですからね、確かに、戦いは数、どんな状況においても数の暴力には勝てないので、そしてそれで、上の段対下の段、そして、地方別とかではなく、なるほど、こういう組み合わせで東大戦的の形式でやらせていただければなと思いますので、前夜祭12月10日ですね、10日と11日、両方とも大山で、はい、であれですよ、12月の11日はフォックスの大会日でもあるんですけども、それ以上にあれですよ、日曜日、はい、なんと、はい、僕らのアイドル KKY さんの誕生日です。マジですか。そうですよ、ハッピーバースデー KKY でいてフォックス大会ですよ。これはですよ、ね、和坂さんがそういうことです。なのでスーパーストリートファイターズ X の大会には、大会には興味ないんだけど KKY には興味あるんだよなって、もう親子が来てくれるでしょうね。そうですね、大会は出ないけど KKY だけは祝いたい、ね、どうしても祝いたい。そうですね、なので12月10日はあれですね、フォックス前夜祭でありつつ KKY 生誕前夜祭、まあ、クリスマスイブ的な感じですよね。ああ、なるほど、勢い的には、はい、なのでちょうどよろしくお願いします。ちょっと一月後ですね、プレゼントの持ち込みはマネージャー通してください、ね、検閲入りますんで、あとこれは KKY に渡しちゃダメみたいな感じの、そういう感じになります。アダルトなグッズとかは ね、ちょっとね、刺激が強すぎるから刺激が強すぎるってどういうこといやはい、はい、ということで今回のデートなし大会、プチ大会ですね、そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。定期的には毎週金曜日やってるので、遠征勢の方とか遠征じゃない方とかでも近郊遠征構わずフラッと遊びに来れば全然ふんわりゆったり、金曜なら必ず遊んでいただけると、セロテープさんが優しく手取り足取り腰取りいろいろ教えてくれるんで、うん皆さん今後ともデイトナー&ストリートファイターズ X をよろしくお願いいたします。ございます。はい、ありがとうございました。それでは大会の方は終了いたしましたが、対戦会の方は、閉店まで続きますので、参加者の皆様、時間の許す限り、対戦の方を楽しんでいってくださいませ。閉店時間は11時半となっておりますので、それ近くなったらクレジット入れないようによろしくお願いします。でですね、配信の方は11時頃まで、行います。あと30分ほどですね、行いますので、そちらの方もお楽しみくださいませ。そしてですね、店舗の告知もう一つございまして、店舗はですね、月例大会毎月やっておりますが、今月の大会開催日はですね、11月の27日日曜日となっておりますので、よろしくお願いいたします。月例大会は11月27日の日曜日、夜中7時から開始いたしますので、よろしくお願いいたします。というわけで、あとは
そうですね、の試合の方をお楽しみくださいませ。マイクの方はそろそろ終了とさせていただきます。あとはプレイヤーではなくキャラクターの対戦を思う存分30分ですね、お楽しみくださいませ。それでは本日は大会参加対戦会に、参加いただきまして誠にありがとうございます。それでは時間の許す限り対戦の方をお楽しみくださいませ。お疲れ様でした。
Okay.
Yeah!
はい、それではそろそろ配信の方を、終了とさせていただきます。また次回来週ですね、水曜日、金曜日ですね、金曜日の対戦会、あとはミニ大会四季の細道、来週またよろしくお願いいたします。あとは月曜大会11月27日日曜日にも、ございますので、そちらの方でも X の配信お楽しみくださいませ。それでは本日は、この辺で配信を終了とさせていただきます。配信ご覧いただきまして誠にありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いいたします。では失礼いたします。